どうも電撃オンライン後藤です。どうも電撃オンです。はい、ということで相談とオンラインコローディアイゼーションの実況プレイ動画始めていきます。はい、はい、第何回ですか今日は。10? もうそんなにもうそれぐらいいったんじゃないですか、ね、あ、そう。はい、ということで前回は、親密会話の方を堪能して、気づいた夜になっていたので夜のフィールドどうなってんだろうっていうことで、今からね、そうそうそう、宝箱とかレベリングとかね、やりたいこといっぱいあるんで、やってみましょうかね。なんか光ってるそこ。レベルがね、まだ俺低いんですよ。3なんですよ。低い。レベル3。ちょっと前の動画になるけどさ、あのリズのさ、お使いした時あったじゃん。うん。あの時に近くにレベル8のさ、なんかやついたじゃん。覚えてる？多分マップのこの辺。マップで言うと、今あの右の、そう、右のあの宝箱が2つあるとこあるじゃん。オッケー。あそこでなんか捨て台詞入ったからさ、その捨て台詞を拾おうぜ。待って。あの飛んでる敵繋がってみたい。メイクよろしく。毒じゃん。食らってんよ。食らってんよゴロウシ。あー痛い。スチースタンサーした。よしよし、ソードスキルやったよ。いいねいいね、グッジョブグッジョブ。ほいほい、この辺だよね。ちょっと待って、これあいつは5だから、これやるよ。あ、間違えた。これはなんかできるの？会話する。会話はできるよ。敵を前に会話をするっていうね。すごいね。うん。でね、またこれも音符とか出たりするんじゃない？うん、いや実は今抜刀しようと思ったら話しちゃったっていうだけで。あ、本当だ。連携をして連携できるようになりましたね。危なかったね。俺が連携で逃げる。連携で逃げる。連携じゃない、スイッチして俺が逃げるっていう。レベルもうちょいね。いや、ちょっと体力が、毒治んないじゃん。気をつけてって言われてるよ。最高だ。最高だぜ。あいつ倒してみ。本当？うん。まあとりあえずあいつ倒したな、こいつを。余裕して今のゴロさん。いけるいける。ナイスナイス。よし、そして俺がソードスキル。よし、でレベルアップしたら一応体力も回復するし、状態以上も治る、うん、へえ、この万全の状態で俺はイベントフラグメント、え、レベル10になってるんだけど。いや、あれ別のやつ。あ、これ違うやつか、うん、でもこれ倒せる。レベル9と10がいるね。倒せるかな。やるだけやってみますよ。夜の冒険。夜の冒険。連携よろしく。シカト。あ、ちょっと待って、シカトされないっしょ。ごめん、ちょっと待ってみたいな。危ないよ。だから今ゴロさんさ、あ、俺一人で言ってる。危ないよ。もうさ、俺5回ぐらい言ってるけど、あのあれが出た瞬間に十字キーの左で押せばいいって感じ、うん、あの、まあ、連携のあれでね、連携っていうか、おー、目に開いてバインドしてくれた。いけるいける、勝てる勝てる。強い、みんなね。どんどん、あ、まだできないか、連携イケストアで。とりあえずいいねしておこう。やるな。そうだね、 SP がないから。あー、食らっちゃった。まあ、あの突進に関してはもうあの道路というか、あの道が見えたらもうね。はい、いける。竹取りできるか、間違えた。竹取りできるか、回避してくれって。注文の多い、注文の多いで、またギャグの多いって言うな、俺。やばい。あー、痛い。うん、回復使いたいよね、でもね。回復依頼すればいいのかな。まあ、回復依頼してみなよ。あ、でも回復してくれた。
優しいね。反応のために倒したの。上上がった？ああ違う。うん、クエストを。記憶した獣たちの蹄。うん。鉱石と経験値。はい。美味しいです。敵はここはもう。隠してくれた。隠してくれた。蹄って優しいね。いいね。いいね。最高だ。世話焼きと。いいんじゃない？仲間思い。まだリキャストかな。で、そうだね。うん。分かったわ。うん。あ、すごい。なんかポーションを使ったって書いてあるね、道具見ると。やるな。じゃあさ、ちょっとやっぱりちょっとスキル見てみようぜ。そうだね。もう取れるんじゃないか。わかんない。いや、もう取れるかどうかわかんないけど、とりあえずどれぐらいになるか見てえなっていうね。再建。熟。14、いやこれじゃない。いや、まずそのほら、セッティングになってるから、まずそれ取ってからアタッカーじゃね。熟練度50でしょ、もうこれ取れるんじゃない今、熟練度 51.5 だから、取れるね。あ、ちょうどいいからだったんじゃない。やった。うん、じゃあまず、これを取ろう。そうだね。突進技、シューティングスターを習得。はい。エキスロットに設定しました。いや、まだ移動しない。まず、これも覚えてからね。これはもう取れるんじゃないかな。うん。5はあるもんね。うん、オッケー、オッケー。ってことはもう再建にしなくても、いやいや、中見て、中見て、中見て、中中、あ、そっか。でこれも、これを取らなきゃいけないんだ。そうだ、これは別にスキルポイントに条件ないみたいなの取れるね。3、オッケー。あ、これでオッケーだね。うん、まあ、一応他にどうかなんか見てみようぜ。これは攻撃速度ダウンの、そうだね、あのバフスキルですね。バフつけるというか、まあ、相手にデバフ？いや、こっちの攻撃速度は下がるけど攻撃力が上がる。 30% アップ、60秒間攻撃機会上昇プラス15秒。なるほど。他にもバフ以外にも、あ、これもバフかな。そうだね、MP50、 あ、MP じゃない、ま、HP50% アップ、ね、2分間マックス HP。 これ分離してるけど、なんだろう、分離？分離どういうこと？え、繋がってない。あ、繋がってた、繋がってた、すいません。節穴か、節穴。あ、バリアブル。おお、鍵付き。これなかなか大変そうだな。ね。うん。とりあえず分かった。条件書いてある。あ、スキルアライドを100回成功させる。エクスタースキルはなんかね、いろいろ条件がね。あ、じゃあたまたま今、今覚えたところまでは条件がなかったのかな。うん、じゃどうする？これで直剣にして。これは直剣にします。二刀流。あれしてみる。そういえば、あのほら、リズベットからもらったやつあったやん。どれ？あ、でもこれ強いよね。ロングソード、ちょっと強くなってるよね。じゃあとりあえずこれを、今装備したよね、うん、装備した。これでやっていこうか。で、スキルで俺が目指すのは、うん、とりあえず、あの俺タンクは嫌なんで。あ、でも、ね、一応ね、まあ取った方がいい。どうなんだろう、あのEXスキルは取ってった方がいい気がするんだよね。まあなんかとりあえず片手直剣極めますわ、うん、あとさ、多分ね、いろいろあった時に確かヒーラーもどっかにあったと思うんだよ。ああ、他の武器にね。そう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 、ヒーラーとかもさ、あの場合によっては必要になってくるんじゃねえ。こういうのだよね。そう、まあまあまあ、HPDJ とか。あ、いや、あのアタッカーとかと同じような感じでどっかにあった気がするんだよ。あ、これでしょ、ヒーラーって。そう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 、いっぱいあるな。これはもうサポートに専念したい場合はもうこっちを行ってとことん突き詰めるっていうやり方でいいんだけど、まあ予備としてとりあえずは、まあ、こういうのもあるよっていうところで。でもまずは、あの、ちょっと待って、ただね、これはでもヒーリングサークルは取っといていいと思うんだよ。いいよね。あの、左下にバトルスキルってあるんだけど、これって別に武器装備しなくても使えるみたいなんですよ。まあ、まあ、うんうんうん。なんでこれヒーリングサークルはいいんじゃない、取っといて。うん、使うところ多いと思うよ。はい、じゃあ、はい、今はね、はい、いろいろスキルを習得しまして、はい、まずこちらのヒーリングサークルを、セットしました、はい、これで、まあ、使えるようになりますと、はい、範囲回復かな、うん、パーティー、うんうんうん、でもう一個、取った剣への精通っていうね、うん、
スキルがあるんですけど、これバフがね、はい、かかってる状態かな、まあ、攻撃力 10% アップっていう状態を常時保てる、うんうんうん、パッシブスキルみたいな感じですね、うん、はい。で装備も、直剣、片手直剣にして、そうですね、うん、リズからソード、そうリズからもらったやつに変えて、だいぶ強くなったんじゃないのかなと、うん、じゃあここからガスガスね、あの直剣使って、片手直剣使って、あの二刀流をね覚えるようにしていきたいなと思います、うん、まずはあのここから、うん、もう勝てるっしょ、余裕っしょ、アクション変わったからね、うん、いきますよ、おい連携よろしく、はい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 、ダメージ高いねやっぱね、そうでもない、変わんねえあんまり、スキルチェーン、あでもなんかさ最近の時よりも楽に倒してる気がしないでもない、あまたソードスキルの無駄帳この男は、いや大丈夫ですよ、モロさんもなんかあれだよね、ソードスキル好きですよね、かっこいいね、無駄打つ、無駄打ちは好きじゃないですか、ね、しかも誰か戦ってんじゃない、あれこれは違うかな、まあでもこれでレベル上がるかもしれないから、うん、まあいいんじゃない、やってもやっちゃいましょうこれは、うんうんうん、行くぞ、行くぞ、毒がやだ、毒がやだ、よしよし、これは正面に立たないことが重要かもしれないまあね、まああとはあの攻撃のあれをうまいことね、あれなんか、うん、なんか押してる、なんだこれ、下のアイコン、ああいや提携も、うん、あずれた、そうそうずれただけ、あの左の方に数字あるじゃん、12って今61になってるけど、うん、ほらここ6ページ目まであるよ、そうそうそう、だから行き過ぎちゃったってだけで、じゃちょっと一応これ回復しようか、これを出したまんまにしておくと、うん、キャラの切り替えがうん、できないから、いいぞ、だから戦闘中にあれを出すようにするといいんですよ、あーなるほどね、戦闘中とか中、あとはまあいいねしたい時とか引っ込めるとか、 OK とりあえずこれやっちゃいます、リーファー、リーファー、よし、そしてオッケー、クリアした。報酬は何かな？プラチム鉱石。プラチム鉱石。まあまあこのレベル4だからね。うん。適正以下。ねえねえ。ああ。スキル使おうと思ったら話しちゃった。まあしょうがない。うん、でも交換だからプラスなんだよね。あ、マイナスはないね。よかったよかった。でもスキル使おうね。ヒーリングサークル、かっこいい、必殺技みたいじゃん、よし、じゃ あ, あなんかあいつは やばくね、やばいね、で今もうしかも毒、なんかでも宝箱の処理した、宝箱の処理あいついいね、だからあいつを倒せば宝がもらえるってことっすよ、でももう一回やばい、ね、あれした方がいいと思うな、うん、俺はまあ今回は青い宝箱取れて、うん、取れたんで、うんうんうん、まあひとまずここの辺でね、撤収、はい、ちょっと赤気になるけど、まあこういうぐらいにしておきましょう、そうだ ね, ね、うん、しかもこういった敵との戦いは、うん、ちょっと怖いね、離れよう怖い、長期戦になるんでね、うん、十分にね、あの準備をしてから挑みたい、そうだね、むやみに挑んでこの前負けたんで、長かったしね、長い間戦って結局、ね、負けたし、ボコボコにされたんで、ワンミスで負けるからね、 あれぐらい強くなるとね、いい、まあ、レベルあの時レベル3とかだっけ、そう、うん、まあ、レベル上がった時でまだ5なんで多分きついと思うんだよね、実際しかも再建で普通にツコンボなしの状態刺したらダメージゼロって出たんで、うんうん、これは結構絶望的だなっていうのが分かった、うん、まあでも今だったらちょっとダメージ与えられるかなかもしれないね、うん、でうまくコンボつなげば勝てるとかも、いや、うん、まあでもあの前やった時もあの多分やってたら勝てたんだよ、やってたらというかあのダメージ最後ね来なければあのまま自信してれば勝てたと思うんだけど、そうそうそう、あれはね本当油断というかね、うん、やっちまった感があるけど、まああとあの時なんかねあの別のパーティーがいたからね、今回いないからさ、単独だからきついかもしれない、誰か来るまで待つっていうのも手だよねそれよりも早くレベル上げた方が早いんじゃねって気がするいやこの辺勝ってて誰か来たら、うん、あ
一緒にやりませんかみたいな一緒にやりませんか、ね、あの結構 MMORPG にありがちな、まあ、むしろ一緒にやりませんかだったらいいけどもさ巻き込んだらさほらあいつ何考えてんだなっちゃうからね。まあね、そこは気をつけないといけないかな。いやすげえ楽しみだ この宝箱、うん、やばい魅力的だ、うん、寄り道しちゃうわ。そうね、はい、ということで、うん、今回動画ここまでとなります。ここまでにしましょう。はい、はい、それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。次はあいつを倒すぞ。ウィッス。